雪深き長野の里。ここでは今、防衛庁自衛隊も参加し、官民一体となって長野オリンピックの準備が急ピッチで進められています。平和の象徴オリンピック、そして5つの大陸をモチーフにした五輪の旗のもとにも、我が国の防衛はもとより、さまざまな分野で活動する防衛庁自衛隊の姿もあるのです。総理府が行っている世論調査において、自衛隊の役割として我が国の防衛とともに広く国民に評価されている災害派遣は、自衛隊の組織、装備、能力を生かして行われ、災害に際して国民の生命と財産の保護に貢献しています。防衛庁自衛隊は我が国の防衛を基本としつつ、こうした大規模災害など各種の事態への対応や、より安定した安全保障環境の構築への貢献といった防衛計画の大綱に示された役割に加え、自衛隊の組織、装備、能力を生かした各種の民生協力活動を行っています。今から遡ること平成元年、オリンピック冬季競技大会の長野招致に関する閣議了解、そして平成5年の長野オリンピック冬季競技大会組織委員会会長からの防衛庁長官に対する協力依頼を受けた時から、この準備は始まりました。その維持をしながら A ネット作成しなくちゃいけないので、この段階が7時朝、コース係長、トレーニングコース係長の児玉修吾さんから言ったぐらい、伊木さんのところに電話入って、彼のところから我々のところと児玉さんのところ入る。 A 案の日本になると今度は立て直ししますので、もう一回どれぐらいですね。防衛庁自衛隊が長野オリンピック開催協力を行う上で最初に活動したことは、平成7年8年度に行われた11の国際競技大会を長野オリンピックを見据えた重要な意義を有する大会と位置づけ、それらの大会にも協力し各種教訓を得ることだったのです。コースの整備や設営、緊急事態に対する組織の在り方や準備の仕方、そしてそれらを実現する人材の育成にわたって、防衛庁自衛隊は活動を続けました。20世紀最後の冬季オリンピック長野オリンピック、防衛庁自衛隊は日頃の訓練と強固な組織力を生かし、開催のためのベストコンディションを支えたのです。防衛庁自衛隊の活動は、こうした国際大会の協力だけにとどまっているのではありません。遥か遠く極寒の地、ここ南極でも行われているのです。南極、それは私たちが想像を絶する厳しい環境の地です。半年間の昼と半年間の夜、そしてマイナス30度の世界、それが極地である南極の現実です。ここではそうした特別の地域を調査するために、南極観測隊が国によって派遣されています。
半年以上も極地にとどまって調査する観測隊の隊員たち。防衛庁自衛隊は昭和40年から砕氷艦富士しらせをもって南極観測に必要な人員物資の輸送およびその他の協力を行っています。久々に手にする日本に残した家族からの頼り、生命線である食料や薬品などの物資、観測隊にとってはどんな宝石よりも大切なものばかり。平成8年11月から平成9年4月まで行った38次南極地域観測支援で、防衛庁自衛隊は砕氷艦しらせをもって協力し、南極地域において91日間の協力業務を行いました。その間の活動は物資約1000トンのほかに観測隊員の輸送、そして南極大陸周辺海域における海洋観測の支援を実施。その活動は約4万キロメートルにも及ぶ長大なものとなったのです。未知の世界の解明、そこには計り知れない明日への希望が見えるのかもしれません。このような民生協力活動による国民生活との関わりは、民生の安定及び文化学術の発展に寄与するとともに、国民と自衛隊との触れ合いを深めることになるのです。そしてこうした活動も日本の明日のために行っているのです。平成9年6月にオランダのハーグに本部を置く化学兵器禁止機関の初代査察局長に秋山陸将補が派遣されました。これは日本のより安定した安全保障環境の構築の明日を一歩進める活動の一つとも言えます。このように防衛庁自衛隊が行う国際的な活動は、その一つ一つに確固たる目的を持って行われているのです。国際社会の平和と安定を維持するために継続して行うべき国際平和協力業務、そして我が国の周辺諸国との間の信頼関係を増進させるために行われているいろいろな防衛交流や安全保障対話、そのどれもが平和で安定した明日の日本を作るために必要な活動の一つなのです。日米両国政府は平成8年6月より昭和53年に策定された日米防衛協力のための指針の見直しを行ってきました。これが世に言うガイドラインの見直しです。そして平成9年9月23日、米国ニューヨークにおいて日米安全保障協議委員会を開催し、新たな日米防衛協力のための指針が了承され発表されました。新たなガイドラインは、兵装及び緊急事態における日米両国の役割、協力、調整の在り方について、一般的な大枠と方向性を示すものです。そしてその目的とは、兵装からはもちろん、日本に対する武力攻撃及び周辺事態に際して、より効果的かつ信頼性のある日米協力を行うための堅固な基礎を作っていくことです。旧ガイドラインは東西冷戦竹縄の時代に策定されたもので、すでに約20年という年月を経ています。冷戦後の国際情勢は世界規模の戦争が起こる危険性は薄れてきた一方で、宗教上や民族上の問題などに起因する対立が表面化するなど、
依然として不透明、不確実な要素をはらんでいます。従来のガイドラインは、日本に対する直接の武力攻撃に際しての日米協力を主な関心としていましたが、新しい情勢に対応していくためにもガイドラインについて見直しを行うことが、1996年4月の日米安全保障共同宣言で合意されました。基本的な前提及び考え方のもとに検討された今回のガイドライン見直しのポイントは、日本に対する武力攻撃への対処はもとより、平素から行う日米協力や日本周辺地域における事態で日本の平和と安全に重要な影響を与える場合の日米協力についても幅広く検討を行ったことにあります。今回のガイドラインの見直しによって、日米安全保障体制の信頼性をより一層進展させ、防衛庁自衛隊は明日への新しい一歩を進めていきます。こうした日米間の協力体制を堅固にすることとはまた別に、我が国独自の防衛力を整備することも、我が国の防衛という防衛庁自衛隊の本来任務の観点から見てとても重要なことです。私たちの国日本はユーラシア大陸に近接した島国です。そのため、陸、海、そして空と違った環境の中の防衛力を強化していかなければならないのです。陸上自衛隊は我が国の平和と安全を守る最後の砦として、我が国土に着上陸する侵攻部隊を努めて早期に前方で排除するために、防衛の要として日夜厳しい教育訓練を行っています。部隊生活体験をした大学生の宮崎健太郎さんはこう語っています。教育実習でたまたま防衛のことを教えまして、それでやっぱり自分で経験することによって、その知識だけではなく実地というか実際に肌で感じてみて、一番印象に深かったのはやっぱりお風呂、簡易のお風呂で、たまたま参加したメンバーの中に本当に神戸の方から来てる震災に遭った人もいて、この風呂にお世話になったと言いながらも、やはりその震災の時にお風呂に入れない人たちがたくさんいた時に、このお風呂はありがたいなっていうのは非常に思いました。やはり自衛隊の方は訓練を見させていただいたんですけども、非常に激しい訓練をなさってて、やはりそういう日頃の訓練が広くその災害派遣やその他のオリンピックにおけるその協力などの違った面を見ることができて、自衛隊はその防衛だけではないっていうことを非常に強く感じました。それでは海上自衛隊はどうでしょうか。海上自衛隊は海上からの侵略に対し我が国土を防衛するだけでなく、我が国周辺海域における海上交通の安全を確保することを主な任務としています。四面を海に囲まれた日本において、ある意味大変な任務を司っているのかもしれません。部隊生活体験をした大学生の成瀬由紀子さんはこう語っています。根拠のある自信って言いますか、どうしても私たちいろいろ大学行って勉強したり部活したりそれぞれに充実してるとは言いながらも、やっぱりこう自分に自信持ってないっていうのが本音じゃないですか。で、自衛官の方を見てますと、自分の範疇で自分のできるっていうことを、どんな形であれどんなものであれポジティブに
一つずつこなしていけば必然的に自信っていうのは生まれてくるんだなと。当たり前の訓練っていうのはところどころに入っているけども、実際はいろんな範疇でいろんな勉強をしてるっていうのは私の中では驚きでした。そしてどこまでも青い空を守る航空自衛隊はどうでしょうか。航空自衛隊は侵入してくる航空機や海を渡って上陸しようとする外敵に対し、主に空において行動し、我が国の防衛に当たるとともに、常時継続的に警戒監視体制を取り、侵略を未然に防止することを主な任務としています。短時間に行われる航空侵攻に対処するためには、即応性の高い航空防衛力が必要不可欠なのです。部隊生活体験をした成瀬泉さんはこう語っています。その訓練を行われるってことは、前もって隊員の方には知らせてないんですね。一応緊急事態ということで、年に数回行われる訓練だそうで、それで一斉放送が流れてからもう5分もしないうちに自転車の明かりが見えてきて、走ってくる人が見えてきて、格納庫が開いて、どんどん飛行機を出して、手際よく出していって、でエンジンがかかって、だんだん静かなところからもうすごいエンジン音でいっぱいになって、その来る自転車の光とか飛行機、どんどん出ていく飛行機を見て、なんかすごい感動したんですよ。有事は起こってほしくないし、誰もそんなことは願ってないことなんですけれども、でもなんだろう、いざという時にはそれがなければ守る手段がないから、なきゃいけないものですよね。だからそれを使う時が来てほしくないけれども、でもそのための訓練を彼らは日々365日していってるっていう姿を見て、プロ意識を感じたんですよ。中途半端な気持ちじゃ務まらない、本当に、まあ、国の安全を持っていざという時は絶対守るんだっていう気持ちとかをすごく感じました。防衛庁自衛隊はその主たる任務である我が国の防衛を全うするためにはどんな努力も惜しみません。平和で安定した日本を作るためには、災害派遣や国民との親近感と関わりを深めるオリンピックなどの競技開催協力、科学的調査協力などの諸活動、たゆまぬ歩みの上に成り立つ安全保障対話および防衛交流や国際平和協力業務、そうした自衛隊の組織、装備、能力を生かしてのいろいろな活動も同時に行っていかなければなりません。そして何よりも平和であることを願う心が重要なのです。
防衛庁自衛隊は考えます。明るく健やかな私たちの国の明日を作るために、日々の訓練とたゆまぬ努力をこれからも続けることを、それが平和で安定した明日へつながると信念を持って、素顔の自衛隊防衛庁自衛隊は国民と共に着実に歩み続けていく姿をこれからも伝え続けていきます。